キングコングの西野明弘氏が25日ブログを更新。札幌ドームの赤字問題について私見を綴りました。札幌ドームは日本ハムが昨シーズン本拠地をエスコンフィールド北海道に移転したため、収入の3割を占めていたプロ野球の試合がなくなって収益が悪化。3月期決算で純損益が6億5100万円の赤字となりました。西野はこれにどうか持ち直してほしいなと願っている人間として言及。そもそもの問題として北海道公演が昔から鬼門と指摘し、その理由を大物アーティストが北海道公演だけは苦戦、お客さんが集まらない割に機材移動費がめちゃくちゃ高いとしました。さらに辛いのは運営側だけじゃなくてお客さんもと道外の客を運ぶ移動手段の不足を挙げ、これは札幌ドームの責任じゃなくて日本列島の責任、北海道に人を数万人運ぶのってそもそも無理ゲーと指摘。道内から数万人のお客さんを年間に何十回も呼べるアーティストなんて地球上に一人も存在しないとも続け、何が何でも日本ハムファイターズを手放すべきではありませんでしたと嘆きました。またドーム側が昨年導入した暗幕による間仕切り新モードをアーティスト側の気持ちを何も理解できていないとバッサリ。大きな箱でやる理由って箔をつけるためであり、見栄を張るためであり、自分を肯定してもらうためとし、ドームを埋めることができないからカーテンで区切って客席を強引に減らしているんだなと思われると残念がりました。最後は施設はすごくいい、判断がいちいち間違っているとまとめ、道所を管理運営する札幌市の第三セクター札幌ドームに対し、結果を出しているプロを雇ってその方の言うことを聞いてとアドバイス、札幌ドーム頑張れとエールを送りました。